体生きるということは何だろうか。今までなんと多くの旅をしてきたことだろう。そしてこれからもずっと続けることだろう。旅とは私にとって何を意味するのか。自然の中に孤独な地球を置くことによって解放され、循環され、活発になった精神で自然の変化の中に現れる小脳が身体というのか。